ダークナイトライジングは2012年公開のアメリカ合衆国イギリス共同制作によるスーパーヒーロー映画。北米ではワーナーブラザース配給で2012年7月20日に公開された。日本では同年7月28日に公開。D.C. コミックスのアメリカンコミックバットマンを原作とした実写映画作品。バットマンビギンズ。 ダークナイトに続くダークナイトトリロジーの第3作品目にして最終章となる。バットマンの実写映画作品としては累計で第7作品目となる。本作の脚本を手掛けたジョナサン・ノーラン、クリストファー・ノーランによると1859年に出版されたチャールズ・ディケンズの長編小説にと物語が脚本の構想元になっている。また、 以下の古典的なバットマンの原作コミックからインスピレーションを得たとのこと。地方検事、ハービー・デントの死から8年。コッサムシティではデント法が制定されて、警察の権限が強化され、組織犯罪が一掃されていた。一方で、ウェイン産業は各融合炉の開発中断により、資金繰りが悪化しており、個人への援助が途絶えて、行き場をなくす少年も出ていた。 デントのおした罪を被ったバットマンは姿を隠し、その正体であるウェイン産業会長、ブルース・ウェインも再建された屋敷に閉じこもって一目から遠ざかっていた。ある晩、ブルースは母の形見である真珠のネックレスをメイドの一人に盗まれる。彼女は猫の異名を持つ宝石泥棒、セリーナ・カイルでウェイン産業役員、ダゲットの依頼によりブルースの指紋を盗むために潜入していた。 セリーナは、ダゲットの手下に指紋を渡すが、裏切られたために警察を呼び寄せ、ダゲットの傭兵と警官隊の銃撃戦が起こる。ゴッサム主警本部長ジム・ゴードンは自ら地下水道に入って逃げた傭兵を追うが、逆に捕らえられ、マスクをした傭兵、ベインの前に引き出される。ゴードンは隙を見て水路に飛び込んで逃げたが、銃弾を受けて入院する。 ゴードンから地下での様子を聞いていた若手警察官、ジョン・ブレイクは、ブルースを訪ねて、バットマンの協力を要請する。自らも孤児だったブレイクは、ブルースが、学面通りの人間ではないことを見抜き、バットマンの正体であると確信していた。ゴードンの様子を確認したブルースは、ウェイン産業社長ルーシャス・フォックスから、垂直離着陸機、ザバットを受け取り、痛めた体にギプスをつけて、 バットマンとして復帰を果たす。ウェイン消出時アルフレッド・ペニーワースの調べで、ベインは奈落と呼ばれる地下監獄で生まれ、脱出したと噂されており、その後ブルース同様に影の同盟デデューカードこと、ラーズ・アルクールから戦いを学んだが、ラーズから破門されていたことが分かった。ベインの戦いを見たアルフレッドは、 現在のブルースではかなわずに命を落とすと考え、ブルースに考え直させるために出事を辞職する。セリーナが盗んだ指紋が悪用され、ブルースは破産。ウェイン産業がダゲットに乗っ取られて各融合炉が兵器にされることを防ぐため、ブルースとフォックスはクリーンエネルギー開発に熱心な役員ミランダテートに会長職を任せる。ベインは用済みになったダゲットを始末し、 セリーナを使って、バットマンを地下におびき寄せる。バットマンの正体を知るベインは、バットマンを圧倒し、ラーズ・アルフールに代わって、ゴッサムを滅ぼすことを宣言。バットマンの武器庫は、ベインの手に落ち、ブルースは遠く離れた奈落へと連れて行かれる。各融合炉もベインに奪われ、4メガトンの核爆弾と化した炉心が抜き出される。事態の重大さに気づいた警察は警官を、 総動員して地下道の一斉捜索を行うが、ベインの罠で地下道は封鎖され、3000人の警察官が閉じ込められる。フットボール場で市長を爆殺したベインは、1200万人の市民に大使核爆弾の保有と戒厳令を宣告。5ヶ月後に暴走することは隠した上で、市外からの干渉か逃亡者が出たら、起爆させてゴッサム全体を吹き飛ばすことを宣言し、 政府も手を出せなくなる。バッドマンから奪ったタンブラーで刑務所に乗り付けたベインはデントの真実を暴露して囚人を解放。不当な法律によって囚われていた仙人は先導されて市民軍となり支配層への報復と上流階級に対する略奪が始まった。テレビでゴッサムの惨状を見せられたブルースは心身を鍛え直し、三度目の挑戦で奈落から 決死の脱出を果たした。爆破前日にブルースはゴッサムへ帰還し、セリーナへ接触。セリーナは犯罪から抜け出してやり直すために、すべてのデータベースから個人情報を消去できるというクリーンスレートを求めて、ダゲットに協力していたが、ブルースはそれをセリーナへ渡し、協力を求める。フォックスとも合流して、バットマンの装備を確保したブルースは、 ゴードンやブレイクに協力して警官隊を解放し、ベインとの戦いに備える。爆破当日、ベインが占拠していた視聴者前で警官隊と市民軍が衝突し、バットマンもベインに挑む。バットマンは痛みを抑えるマスクが損傷したベインを追い詰めるが、ベインの人質にされていたミランダに脇腹を刺される。ミランダの正体は奈落で生まれ、脱出を果たした。 ラーズの娘タリアであり、ベインの顔の傷は奈落で、他の囚人からタリアを守ってつけられたものだった。タリアは、父の意志を継いで核爆弾を起爆しようとするが、ゴードンが取り付けた、妨害装置により爆破は起こらない。タリアは、バットマンをベインに任せ、核爆弾を積んだトラックに合流して11分後に、起こる爆発を待つが、バットポットで駆けつけたセリーナに助けられた。 バットマンもザバットに乗り込んでトラックを追う。バットマンの攻撃でトラックは転落して停止したが、タリアはプログラムの上書きにより起爆の停止は不可能になっていることを告げて絶命する。バットマンは自らの命と引き換えにザバットで核爆弾を沖まで運ぶことを決断する。ゴードンは市民に知らせるべきだとして、最後にバットマンの正体を問うが、バットマンは 公開を拒否する代わりに、幼少時に、ゴードンから勇気づけられていたことを伝えて飛び立つ。正体に気づいたゴードンとセリーナに見送られて、バットマンは去っていき、ブレイクが見守る中、海の向こうで、核爆発が起こる。ゴッサムに再び平和が訪れ、バットマンは真のヒーローとして記憶されることになった。バットマンの正体を知る4名により、ブルースの葬儀も行われ、 ブルースを守れなかったアルフレッドは泣いてはビル。ウェイン帝はブルースの遺言により死に寄贈されて孤児院となった。後日、フォックスはブルースがザバットの自動操縦機能を完成させていたことを知る。ゴードンは自ら壊したはずのバットシグナルが直されていることに気づく。ウェイン産業から謎の紛失を遂げたブレスレットの発信信号をたどったアルフレッドは 行きつけのフィレンツェのカフェでセリーナを連れたブルースがかつてアルフレッドが望んでいたように平穏に過ごしている姿を見る本名がロビンであるブレイクは職務に疑問を持って警察を辞したがブルースから託された荷物に記された座標へ向かい残されていたバット警部にたどり着く本作より初登場した兵器を挙げる ワーナーブラザースの制作部門社長のジェフ・ロビノフは、第3作目が2011年か2012年に公開されることを望んでいた。2008年10月末にノーランは3作目に関して口を開き、より表面的な段階で質問に答えるがと前置きし、皆は映画のシリーズもので出来の良い3作目を思いつきますかと答えた。 彼は物語を続ける必要性を見つけようとし、撮影の中ほどで続編が不要であると知るのを恐れていた。ノーランがインセプションに宣伝し始める2008年12月までに大まかな話の概要を完成させた。12月末、アラン・エフ・ホルンは、ノーランと3作目に関する議論を進めている間は、キャスティングは何もしていないことを明かし、キャストに関する噂は全て否定された。 本作へのノーランの関与が確定する以前、ゲイリー・オールドマンは、ノーランの続投を確信していると発言した。またノーランは、以前より自分が監督している限りクリスチャン・ベールが、若いバットマンを演じ続けるので、ロビンはシリーズに登場しないと説明した。さらにノーランは、自分たちのバットマンシリーズの世界で原作の、敵キャラクターペンギンのような登場人物を描くのは、難しいと考えており、 私たちの作るバットマンではより現実的なキャラクターの方が合うと説明した。オールドマンは2009年コミコンインターナショナルにて3作目について質問され、我々は次のバットマンの撮影に来年入る。そして少なくとももう2年ぐらいは公開できないと思う。僕からあなた方に言えるのはこれだけだと答えた。しかしながら、同年、マイケル・ケインは MTV ニュースにて、 本作に関しては取り組んでおらず、自分は少しの詳細も知らないことを明かした。2010年2月9日、ノーランがダークナイトのストーリーに関わり、プロジェクトに戻ると公約したと発表された。また同月、デビッド・エス・ゴイヤーとジョナサン・ノーランによる脚本制作活動が始まった。ゴイヤーがマン・オブ・スティールに着手するために本プロジェクトを離れると、 ジョナサンはその原案を元にした脚本の執筆を始めた。2010年3月10日、クリストファー・ノーランは自身のプロジェクトへの関与を明かし、これが自分が手掛けるバットマンシリーズの完結編になると述べた。また弟のジョナサンが書く脚本には、ミスター・フリーズとリドラーは登場していないことを明かした。2010年4月、ワーナー・ブラザースは、 映画の公開日は2012年7月20日を予定していると発表した。6月30日、ノーランは弟のジョナさんの脚本執筆作業が終わったと述べた。2010年9月、ノーランは自分が映画を監督することを認め、そして弟の脚本の遂行作業を開始して2011年1月完了を目指していることを明らかにした。月日、タイトルは ザ・ダークナイト・ライジズであることをノーランが明らかにした。また彼はジョーカーが3作目には再登場しないことを明かし、ダークナイトのヒースレジャーの未使用のシーンが流用されるという噂を否定した。撮影は2011年5月に始まり11月に完了する予定で、そのうち4いし6週間はピッツバーグで行われる。 ノーランは 3D 撮影はしない方針にしたが、前作と同じく IMAX 撮影は行われ、IMAX のシーンはさらに増え、最終的に合計の72分のシーンが IMAX となった。またノーランは、IMAX 副社長のデビッド・キースリーとの話し合いも行った。撮影監督のウォーリー・フィスターは IMAX 撮影に関心を示したが、IMAX カメラによって出る。 多数のノイズのため 70mm カメラを使って会話シーンを撮るかもしれないという。撮影の一部はインドのジョードプルでも行われた。冒頭の飛行機のシーンはスコットランドのインバネスで撮影を行い、アメリカではロサンゼルス、マンハッタンで撮影され、NFL のスタジアムのシーンはピッツバーグスティーラーズの協力のもと行われた。また、 終盤の囚人と警官隊による数千人の戦闘シーンではすべて本物の役者を使って撮影を行い CG などは一切用いていないアメリカ合衆国とカナダでは2012年7月20日に公開されたオーロラ従乱車事件の影響が懸念されたもののオープニング3日間で興行収入1億6090万ドルを記録し初登場1位これは 前作、ダークナイトのオープニングを超え、アベンジャーズ、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2に次ぐ、歴代3位となるオープニング記録であった。2D 映画としては、歴代最高の記録となる。翌週、翌々週も1位を飾り、3週連続1位を記録した。最終的なアメリカ合衆国とカナダでの興行成績は4億4800万ドルと、 前作の5億3300万ドルを超えられなかったものの海外でのセールスが好調で全世界興行成績は前作の10億400万ドルを超える10億8000万ドルを記録した日本では2012年7月27日に先行上映を行った後7月28日から本公開オープニング2日間で公衆3億7202万円を稼ぎ 初登場2位、シリーズ最高のオープニング成績を記録し、累計工業成績は前作を超える19億円となった。北米公開日の2012年7月20日に、コロラド州オーロラで行われたプレミア上映会で、銃撃事件が発生した。12人が死亡、負傷者は58人を数えた。犯人は合法的な方法で武器を手に入れて、犯行を行い、 ダークナイトの悪役だったジョーカーを名乗っていた。この影響を受け、日本他各国での関連イベントが中止になった。ありがとうございます。